小ファウスティナの銅像アンニアガレリアファウスティナ・ミノルは、第15代ローマ皇帝アントニヌスピウスと、皇妃ファウスティナ・マイオルの長女。母と同盟であることからファウスティナ・ミノルと呼ばれた。父の命によりとこである、第16代皇帝マルクス・アウレリウス・アントニヌスと、結婚、王女、ルキアと、皇太子、コンノドゥスの指定を設けた。歴史家たちからは、 ローマにおける理想的な女性像との違いから、否定的に記述される場合が多い。しかし国の要である、軍団兵の間では絶大な人気があり、父、アントニーヌスや、夫アウレリウスからも深く愛され、死後に神殿に、女神として祀られた。五賢帝の四人目であるアントニヌスピウステの次女として、生まれる。母の大、ファウスティナも執政官を務めた、大貴族。 マルクス・アンニウス・ウェルスの娘で、トラヤヌステイの姉、マティルダの孫でもあった。また、母方のウェルス家は、後の夫で、皇帝へマルクス・アウレリウスの出身一族であり、アントニウスの父マルクス・リボ・ウェルスと、大、ファウスティナは、実の兄弟であった。先帝ハドリアヌスは、政治的後継者であったヨーシルキウス・アエリウスを、 皇族の皇帝にすることを目論みつつ、アエリウスの息子、ルキウス・ウェルスの妻に、もう一人の側近であるアントニーヌ・スピウスの娘を、迎えることを考えていた。13歳の将、ファウスティナは、ルキウスと婚約を結んだが、アエリウスの休死で、政治的バランスが崩れると、ハドリアヌスは、父、アントニーヌ・スピウスを新たな後継者に指名した。ただし、アントニヌスは、 定位継承の条件として、ルキウスと若手貴族として、頭角を表していた老いのアンニウスを養子にする様に、約束させられていた。実際、アントニヌスには4人の子供がいたが、いずれも創生したために成人できたのは女子である賞、ファウスティナ・カズトだった。アントニヌスは、約束を守って2人の青年を皇代子としたが、定位継承後に、 娘の婚姻については保護にしてしまった。ルキウスと婚約を破棄したショーファウスティナは、いとことして、血縁関係にある、アンニウスと婚約を結び直した。父の死によってアウレリウスと名を改めた、アンニウスが、ルキウス・ウェルスの共同皇帝として、即位、ショーファウスティナは、アウグスタの損傷を得た。アントニウスとの間にできた長女、ルキアは、 ルキウスの妻となり、二人の皇帝を結びつける役割を担った。ルキウス・ウェルスが病没してアウレリウスが単独の皇帝となり、小ファウスティナの皇后としての地位も大きく高まった。しかしこの時代の彼女についての詳しい動きは、文献が散逸しているために定かではない。ゆえにその逸話は、同時代の多くの人物と同じく信憑性の薄い。 ローマ皇帝群像によるところが大きい。出典や中立性の疑わしい道書は、小、ファウスティナを本当な女性であったと書き、多くの愛人を傍らに従えたと主張している。より中立的であると考えられる、カッシウスディオの記述は性的な問題については言及していない。しかし野心高く、暗殺や毒殺による性的の抹殺をしばしば言ったと。 記述している。こうした否定的な評価の一方で、先帝である父アントニヌスからは溺愛され、夫アウレリウスとも仲睦まじい夫婦であったとも記述されている。彼女は危険な蛮族との戦争に夫と共に出向いて兵士たちを激励する労を惜しまなかった。カルヌントゥムの被護者とあだなされた彼女は前線で戦う軍団から深い敬愛を獲得して、 軍事能力に欠ける、夫の軍での人気を支えていた。彼女の死も、宿営地での越平に向かう、最中の事故に巻き込まれ、その傷が元で病に伏せった末のことであった。皇帝アウレリウスはあらゆる心ない抽象から火を擁護して、さらに、彼女を女神として神殿に祀るなど、その死を嘆き悲しんだ。後に、身寄りのない女児を引き取る。 個人を建設した時、アウレリウスは個人を、ファウスティナの娘たちと呼んだという。30年の結婚生活で13人の子供を、設けたが、そのほとんどは、小ファウスティナの家族がそうであったように、病弱で長生きしなかった。それでも母である王、ファウスティナとは違い、男児を残すことができた。コンモドゥスの誕生は、血縁者に恵まれない傾向にある歴代。 ローマ皇帝の中で、アウレリウスに継承者を持たせる結果を作り出した。これで養子を取る、必然性がなくなり、ご検定の間で続いた養子による、定位継承は、自然に消滅した。ありがとうございます。